甲子園球場道路1回の表何から持ってくるか。初球変化球は空振りです。ホークス今日のヒーローは果たして誰でしょうか。次のボールはこれはストレート。これで追い込みました。キャッチャーの要求は3球。そして次の2番本田バッターボックスに入ります。最初のボールはまずは初球ストライク。速球に合いません。際どく攻めるのか。この打球は右中間へ。ここでランナーを出しました。センターへヒットを打ちました。最初は空振りになりました。次の2球目ストライクになります。ここは追い込んでいます。3球が決まった。どこから行く。初球空振りになりました。ストレート決まって2ストライク。これで追い込みました。ファインはどう出されたのか。1回目の表が終了。ホークス、そしてホークスの先発ピッチャー杉内、しっかり抑えてくるんでしょうか。1球目は空振りです。打球はセンターへ。センターです。しかしこれは間に合います。初球ストレートできました。ガクさん、際どいところへ攻めてきますね。そうですね、確かにバッターに当たりそうなボールでしたから。かなり強気のピッチングですよね。まあこれぐらいの気迫は必要ですよ。そうですよね。さあここからの高めのボール打った。ショートへの当たり抑えた。ショートのエラーがありました。そして初球です。まず